はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、第3のビールの、新しく発売されたオリオンの、麦の雫です。アルコール度数 5%。うん。朝日ですね。です。まあ、オリオンビールといえばね、まあ、結構、俺もいろいろ飲んできましたけども、うん。うん。まあ、結構、ドライな感じの、ビールですね。オリオンビールっていうと。まあ、沖縄のね、では、まあ、バカ売れという、ビールです。はい。まあ、沖縄ではバカ売れというか、まあ、ね、沖縄では、まあ、一番売れてるビールということで、まあ、沖縄生まれのね、まあ、オリオンビールというのは、そもそも沖縄生まれというらしいですけど、まあ、本州ではそこまで売れてない。そこまで売れてないかどうかは知らんけど。オリオンビールと。それじゃ、乾杯。うん。いろいろ出てるんですね、オリオンビールもね。うん。あんまり美味しくないな。うん。これは、薄い。うん。薄い。うん。いわゆる、薄い第3のビールという。第3のビールといえばこういう味っていう感じのビールですね。うん。まあ、オリオンビールはですね。ちなみに第3のビール。で、1,2,3,4,4個出てんのか。うわ、全然知らねえ、これ。で、通常の生ビールだと1,2,3個ですね。で、あと発泡酒が一つ。その中で俺が飲んだことあるのは、まあ、いわゆる一般的なオリオンビールのオリオンドラフトと、オリオンの一番桜。これ確か前飲んだよな。一番桜と、第3のビールのサザンスター。あとこの麦の雫。だけですね。これ沖縄にしか販売されてないんじゃないの？こんな。見たことないぞ。普通に。てか、オリオンビールドの、うん。おばあ自慢の三品茶とか売ってる。全然知らないの。絶対沖縄限定だろ、これ。夏一番。オリオンビール夏一番だって。これ飲んだことないな。夏季限定ビール。これもう発売されてんじゃねえか。
夏一番。うん。麦芽使用率を 1.2 倍。で、アロマホップ。あれだな、久々に飲んだこの第3のビールのこの薄いこの味わい、これまずいわ、これはまずい、これはまずい。だってさ、キリンの炭切り飲んだ後だとさ、もう、まずいよね。何がアロマホップとか言われてもな、ん？ファインテイスト、なんかアロマホップを使ってるらしいです、こちら麦のしずく、ダブルアロマホップの心地よい香りが醸し出す。これ美味しくねえわ。でもオリオンビールってすごい飲んだことある人はわかると思うんですけど、非常にねドライです、結構ドライなビールですね、スーパードライがドライです。やっぱ沖縄だけあってやっぱ暑いからそういうのが売れるんでしょうね、おそらく。多分。で、料理と一緒に、飲むっていう感じでもやっぱり濃厚なのより、ドライなのがいいんでしょうね。まあ、これはもう買わないです。まずい。普通にまずい。まずい。まあ、まずいな。二つ星。これもまずかった。それではご視聴ありがとうございました。